はじめまして、東京大学で教授をやっています藤山です。あ、はじめまして、京都大学で教授をやっています佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが、今日は今世の中を騒がせている新型コロナウイルスについて話していきましょう。はい。日本では緊急事態宣言が先月の5月25日に全面解除されましたね。私も少し早いのではないかなと思っていますね。それにあたってプロ野球と J リーグの開幕も決まりましたよね。そうですね。そこで問題になってくるのが甲子園中止というところではないでしょうか。はい、その通りですね。プロ野球はやって甲子園は中止、何が違うんだという意見が多いそうですね。そうですね。やはり3密における点では好条件である甲子園の中止というものは他の競技も難しくなってしまいますよね。そうですね。この大会のためにかけてきた思いという学生さんの気持ちは私たちが思う以上なのかもしれませんね。そうですね。今後もこのウイルスと戦っていく、このウイルスと共に生活をしていかなければならないということにおいて、私たち日本人の大人が試されていくのではないでしょうか。はい。というか、ディズニー行きたくないですか。次の話題をお願いします。続いてはアメリカの民間企業が開発した宇宙船クルードラゴンの宇宙飛行士が国際宇宙ステーションに入ったという話題なんですが、はいはいはい、アメリカ自国の宇宙船で国際宇宙ステーションに送り込むのは実に9年ぶりと言われていますね。コロナウイルスのパンデミックの中、アメリカに素晴らしい能力があることが分かりましたね。はい、今後に期待していきたいですね。はい。てかディズニー行きたくないですか。次は株価の値上がりという話題なんですけど、ディズニー行きたい。わかりますわかります、それに今休園中じゃないですか。ディズニー行きたいの。いやいやいや、泣かなくたっていいじゃないですか。待ってるよ。